んな2ブロックであっていいのかな、大丈夫大丈夫かな、大丈夫だよ、もう2ブロック失礼とかはないこんにちは、よし行きます、視聴公室、はい、失礼します、失礼します、すごい旬なお酒を置いてあるんだ、視聴室の視聴室、じゃあ西田そこに、今回お前絶対そっちが視聴だから待って待って、どうするその冗談に通じない視聴だったら、うん、本日の、はい、市長の方から、はい、感謝状の方、ちゃんとした賞状じゃないですか、すごい、すげえ、どのせっかくなので俺に尽くしの前で、いいですか、いいですか、感謝状ラランド様、あなたは多くの場面で人吉の観光や特産品の PR をされ、当市の観光活性化に多大の貢献をされました。よってここにこれまでの活動を称え、心より感謝の意を表します。令和4年11月21日人吉町松岡隼人、いつもありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、いただいてしまいました、はい、新米のナッツ、あ、大丈夫です、ありがとうございま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 す、こちらこそ、ツアーも結構皆さんですね、はいはい、喜んでいただいて、うん、楽しんでいただいてね、大反響です、よかったです、本当に去年私たちが YouTube 撮ったところをファンの方が見て、そうです、あ、去年撮ったコースを体感しましょうなるほど、去年来た時まだ、はい、橋がまだ、あ、そういや、そっちみたいな話が、ああ、そうかそうか、最近ですもんね、今年10月ですね、そうなんですね、今日、はい、そう、昨日の夜見に行かせていただいて、もうライトアップもされてたんで、そう、綺麗ですよ、綺麗になってます、綺麗ですね、今本当に、そうか、視聴室にこうやって置くぐらいやっぱお酒ね、こうなんか代表するものというか、そうですね、推しですね、推し、はい、昨日いちご屋さんでパッとラベル作りました、和紙みたいなのに、そうですか、それをツアーの方にプレゼントしたりとか、あ、すごい、それは喜びますね旅館は最高、あ、旅館、旅館は吉野旅館、あ、吉野旅館、あ、吉野旅館、あ、めちゃくちゃ最近あそこ復活したので、はい、前回復活して、はいはい、ドイツ人がいっぱい、ドイツ人泊まってました、ドイツ人の方に私たち以外が、やっぱでも全部撮ってました写真、その作りとお庭もそうだし、あ、そうですか、写真撮って多分建築に興味があると思うんですけど、あ、なるほど、20人ぐらいだ、そんなにですか、朝晩食べてました今日もドイツ人が、じゃあドイツ人とラランドドイツ人とラランド、明日またぜひ来てください、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ、ありがとうございます、まるで西田が遅刻してなかったみたいに振る舞ってた。いや、それはそうだよ。西田やっぱ周辺知識で固めるの上手だった。やっぱね。ちょっとした情報でなんとか戦ってたよね。何？なんか口ちょっとだけ。ちょっとだけ。朝ごはんも。朝ごはんいなかったのに一回見てるでしょ。すごい、やっぱ遅いなんて全然かな。食べる？ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。おいのだけやるんだよ。さっきももうずっとこんにちはこんにちはって言ってたから。そういうアピールもうまいのよ。それは別にいい。裏でいい子って言われたいの。こいつはずっとそう、昔から。そんなことないって。身内邪険にして、大概的にはずっといい子って言われたいもんなの。うわ。ありがとうございました。ありがとうございました。朝起きて目をかけんだって。目をかけてないみたいに。で市役所の人たちにはこんにちは、お願いします。こんにちは。朝遅れんなよ。それできるやつ。それできるやつ遅刻すんなって。そうだよな。こんにちはを悪いとは言ってないよな。言ってないよ。こんにちはってするような人間だと思われたいなら遅れてくんの、ほらもうこういうのね、すいません、これもう YouTube 用なのよ、カットしといて絶対テレビで見るとクズだけどいい人なのねって言われたいんだろ、いやそんなことない礼儀というか、 なんか染みついたやつだから、
礼儀染みついてるけど、うん、LINE は無視するんだ、うちらの LINE はそれはまあ見ないし、え、あれなんでごめんとかも言えない。あれなんでさ、4人の LINE では反応せえへん。どれ、え、俺たち4人の LINE では無視して個人にするの。どれね、まだ1個ずつ紐解いていく、うん、あ、いいよじゃないの。何そのスタンス。どれのことよ。まず朝起きて、うん、起きた瞬間に、はいはい、やばいってなった。なった。9時半前。9時20分ぐらいかな。その前のでも LINE はさ、ひどくついてたじゃん。うん。で、一回起きたんや。一回起きた。8時5分ぐらいで起きて、一、うん、回起きたけど、二度、もう一回寝ちゃったっていう。二度寝して起きて、うん、寝坊だ。うん。まず何せなか。まずさ、ハッシュタグに連絡した。一回。なんて？寝坊したっていう。うん、でもその時にはいなかったから、どこに向かえばいいっていうその連絡はしたくにして、うん、誰どうマレタ君、何か忘れてるな、うん、しなきゃいけないこと、うん、今謝ってはなかった、うん、それ計算ガチ、いいえ普通にその椅子焦ってたから焦ってたから出なかった。あ、そう。で、北さんにはすいませんって言ったんだ。やばい、やばい。焦ってた中でも。じゃあそのハッシュタグに連絡してどこに行けばいいっていう連絡して帰ってこなかったから、北さんに場所を聞こうかなっていうので北さんに連絡した。北さんには謝れた。謝れたな、すいません。謝罪できた。うん、北さんには。きちんできた。すいません。一言目で言ってるもんね。そう言った。よかった、そこはきちんできた。よかった。うちらにだけか。え、グループラインで、うん、あの、発言しないっていうのは、別にそれもたまたま、うん。グループラインで発言してないのは、もうそこでごめんとか打つのにはもう焦っててならなかったね。朝はなってなかった。焦りから来たんか。全部やっぱ仕方なかった。そう思う。聞いたら。西田が被害者、こちらが加害者です。そんなことはない。時間通り動いた我々の責任です。違う、そういうことじゃない。我々が加害者であり、責任をしっかり取るべきでした。いや、私が寝坊したので。いや、そんなことはございません。反省するわ俺。西田が動けるはずのないスケジュールを組んだ北さんのせいです。いや、北さんは全く。北さんの責任です。本当にすいませんでした。こんな予定じゃ動けないですよ西田は。違う違う、伝えるべきでしたし、私も相方として、申し訳ございません、社長として事務所の全部私の責任です。これは本当に全部前もって全部俺予知できなかった私の責任。いや、殴ってくれ。これはもう私の責任なんで、殴ってくれ。本当に申し訳ございませんでした。